多分もっくんが来たらちょっとあれかな、面白くなくないかもしれないけども、私の配信はね、おそらくね、フリーのメイソン系の、メイソン系のでちょっとおかしいんだけど、もしかしたら終わったかもしれないんだよね。あのモナコの方で法人の人が捕まったの、捕まったというのか払ってなかったのね、税金を。租税回避地っていうんだよね、パナマ文書問題っていうので、パナマ文書問題っていうのがフリーメイソンなのね。フリーメイソンで、フリーメイソンが、この地球を席巻してたのよ。みんなが持ってるお金も折り曲げたらね、メインやるわけ、フリーメイソンになるわけ。だから前言えば労働崇拝とか教育崇拝とか言うけど、全部ね宗教なんですよ。だから本当は自分たちも本当に生まれてくる時期ちょっと、ね、間違いだったなと思うんだけどね。正しい医療情報もないまま生活したり、言論統制がある中でさ、こういうサービスを続けたりで、自分たちの都合のいい在日系のフリーメイソン系の人だけに YouTube でコマーシャルつけたりしてきたじゃない。まあ黒人間もおるでしょ、同じ顔がおるじゃない、黒人間らしきものがいるよ、人気 YouTuber であればね。人気 YouTuber とかでもスポーツでもおるよ、そりゃ、で外におる人もほとんどクローンだったりするよね。ほとんど車で本当に通勤通学しての一部だというのは分析してあるんだけど、陰謀論でも何でもなく自分で、ね、確認すればいいの。いろんな配信見てきたし、で自らそういう話も出てる時があったから、それでね言ったんだけど、この前ね、パナマ文書問題で日産自動車は追徴課税になったのね。でパナマ文書問題というのが影っていうか、ない会社を作って、そこに、上級国民とかね、その大企業の連中がそこにお金を預けてプールして税金対策をするのね。プールして、で一般の庶民に負担させるのね。まあ、これがパナマ文書問題って言うんだけど、でパナマ文書問題の日産自動車が50億円の追徴課税を受けた時点で、もしかしたらメイソン系潰れたんじゃないかなと見てるんだよね。トランプさんとかプーチンさんとかモディさんとか習近平さんとか、例えば中東で言うと、なんだよ、サマディ王子だったかな、あとは北朝鮮のキム・ジョンウンさんとか、まあそこへんたらトランプさんの仲間なんだよね。みんなトランプさんの仲間なんですよ。で日本とカナダとメキシコとかはまだ終わってなかったんよね。でブラジルとかもほら、ブリックスに入ってるわけなんだよね。で本当に終わりが来たんじゃないか。